茅ヶ崎にはさまざまな歴史や文化、伝統芸能が数多くあります。皆さんはどのくらい茅ヶ崎についてご存知ですか？実は皆さんのご自宅でも気軽に、そして簡単に茅ヶ崎を深く知ることができる貴重な資料をご覧いただけるようになりました。1月19日土曜日、市立図書館の会議室で行われたのはデジタルライブラリー活用ワークショップ。このワークショップは昨年12月に公開された郷土資料デジタルライブラリーを利用者との意見交換をすることでより良いものにしていこうというもの。私今回参加させていただいたのはたまたま なんていうんですか、郷土のいろんな歴史がありますよね。そういうところをこうみんなでもって年寄りがワイワイ集まって散歩とその歴史担保単位っていうんですが、そういったようなことに使えないかなということでもって、興味持ったわけですけれど、このデジタルライブラリーは認定 NPO 法人湘南藤沢シニアネットと茅ヶ崎市との共同事業で運営されています。委託ですとこの資料をデジタル化してくださいっていうところで終わりになってしまうところが、今回シニアネットさんのご協力をいただいて資料を選定するところからイベントとして市民の方々のお声を聞きながら取り組んでいけたというのはとても大きいことだと思います。今回のワークショップでは様々な意見が出されていたようです。今著作権の問題がないものにしてますけども、もっとそうすると古いものに限定されているので、なかなか新しいものについても載せるようにしてほしいというような意見もあるんですね。また今回のワークショップには慶応義塾大学名誉教授の田村先生もアドバイザーとして参加していました。どのように、デジタル化をすればいいかっていうのは実はなかなか難しくて、全国でいろんな試みがあるんですね。地域の昔のこととか地域のいろんなことに関係するような資料をデジタル化して、でみんなでこうそれを町の人たちに共有するし、それから外の地域に例えば茅ヶ崎なら茅ヶ崎がこんなに魅力がある町なんだっていうことをこう発信していくっていうんですかね、なんかそういう材料にしようとかっていうようなことでデジタル化を進めているようなところがあって、やっぱこう茅ヶ崎なんかはだからそういうことのこう試みの割とこう先進的な例なのかなというふうに思っています。この郷土資料デジタルライブラリーを作り上げている湘南藤沢シニアネットは、知識と技術経験を生かし地域社会に貢献する目的で活動している団体です。特に男性は働いている時は東京か横浜人じゃないかということでですね、家には寝に帰ってきているだけなんですけど、リタイアした人途端に近くには仲間もいないし、やることもなくなっちゃうということで、そういうことで、そういう人たちの居場所でありまた何かやらなきゃいけないということで出番ということと、できればかっこいい言葉で地域貢献したいなという、そういう思いで立ち上げた団体なんですけどね。図書の閲覧や貸し出しなどで知られる図書館ですが、この郷土資料デジタルライブラリーにはどんな貴重な資料が掲載されているのか一部を見せてもらうことに。通常こちらは、お客様は入れないところになりますので、この奥にあります。例えばこちらですね、こちらが何コインの絵はがきの入っている、資料になります。こちら行きましょうか。通常であれと、あちらの、資料相談室の中でご覧いただくのみの資料になります。なのでこの資料をそもそもあることをご存じない方もたくさんいらっしゃいます。のような形で、これは東洋一と言われた結核療養所南湖院の絵はがきだそうです。こうした資料もデジタル化され掲載されています。
こちらが書庫になります。普段一般の方は入れないところになります。普段は真っ暗になっております。電気をつけますね。よいしょ、はい、ということで、こちら、書庫1に関しては、大人の方の小説本とあとは新聞のバックナンバーなどあと雑誌の古いものがあります。でその他にも、個人文庫ですね、はい、こちらがございまして、こちらにも、郷土資料の、貴重なものの等が、保管されています。で、こちらにですね、はい、こちらのところにこういった茅ヶ崎市西洋一覧ですね、こういった形で、はい、保管されています。こういった形で茅ヶ崎調整一覧があります。これも今回、はい、公開してます。昔の市政一覧ってこういう感じで職員がここへ取りに来て、ご覧いただくものとなります。で、ものによっては館内閲覧のみであったり、ものによってはまあ貸し出しができるものもありますが、こちらにあるものについては館内のみということになります。利用の機会が限られていますので、こちら例えば企画した展示会の時に展示ケースに入れて皆様にご覧いただいたりとかっていう活用の方法が割と、まあ、この辺りについては一般的だったんですが、はい、それを、まあ、こういうものもあるよっていうのを皆様にも知っていただける機会になるかと思います。海外にいらっしゃる方も見ることができるということですので、まあ、デジタルライブラリーそのものの可能性としては本当に今後オリンピックもある中で海外の方からこう見られるというところも活用の仕方としてはあります。郷土資料デジタルライブラリーは市立図書館のホームページからこちらをクリックするとデジタルライブラリーのトップページに移ります。そしてこのデジタル資料検索をクリックするとこのような9つのカテゴリーが表示されます。例えば道をクリック、その中の一つを選び、そして画像リンクをクリックしてみるとこの浮世絵が表示されます。資料を選び画像リンクをクリックすることで見たい資料が表示されるということです。共同事業として誕生した郷土資料デジタルライブラリー、これからの思いを聞いてみました。市民の方の生活の中で、この一部になるような使われ方がやっぱり作ったものとしてはいいのかなと。そのためにはそういう内容にしなきゃいけない。先ほど皆さんの意見にも随分ありましたけれど、図書館の中だけに閉じたものではなくて他の施設とかあとは市民の方々から任意で自発的に資料を提供いただくとか、そういうことも含めてですね、今後の活動を幅を広げていきたいなとそう思っております。これからのデジタルライブラリーの進化に期待が高まります。湘南藤沢シニアネットの皆さんと一緒に、共同で作り上げたこの、郷土資料デジタルライブラリー、ぜひ皆様もご覧いただいて、たくさん面白い資料あります。楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。寄り抜き茅ヶ崎通信。こちらは1月5日にオープンしたばかりの茅ヶ崎公園体験学習センター海風テラス。今回はこちらの施設をご案内します。こちらが海風テラス1階正面入り口でございます。でこちらの、地下1階の正面が事務室になります。1階にはくつろぎの場、交流ラウンジがあり5つの集会室が設置されています。
この部屋は子どもたちが裸足で遊べる部屋となっております。また床暖房を完備しておりますので、寒い冬でも自由に遊べることができるようになっております。こちらは育児向き集会室です。こちらも床暖房が入っており、子どもたちが裸足で遊べる部屋となっております。また授乳コーナーを設置してあります。海風テラスにはオストメイトのある多目的トイレを設置しています。この階には集会室1、2、また学習室は室がございます。またフリースペースもございまして、こちらも自由に使うことができます。こちらの和室は簡易的な茶室としても使えます。また子どもたちが遊べる卵広場も2階にあります。今日初めて来たんですけど、すごい嬉しいです。お昼もね、いろいろ持ってきて食べれるので、また来たいなと思います。幼稚園がすぐそこなので、帰りにちょっと寄るのにちょうどいいかなと。はい、こちらが海風テラス屋上の、屋上で、津波の一時退避場所となっております。震度5以上でこちらの地震解除ボックスが開きますので、こちらからキーを取り出し、こちらの方で退避していただくようになっております。この津波一時退避場所にはおよそ1000人の住民が避難することができ、またソーラーパネルも設置されています。地下の階段横には PC 図書コーナーが設置されています。こちらのフリースペースはフリー Wi-Fi となっています。また2つのスタジオ、音楽室や娯楽室、調理室なども地下にあります。こちらが多目的室 A です。こちらの方、移動式観覧席が264席ございます。一般の席を合わせて、約336人の、人が収容できる施設となっております。多目的室 B では卓球などを楽しむことができます。ボール遊びなどもできる新オリーブ広場は地階の外にあります。素敵なところだと。今日初めて来たんだけど、すごいいいとこ。本当、前からよく青少年会館とかの講座も、市の講座を受けてます。施設のご利用は公共施設予約端末を使って申し込みをしてください。各家庭のパソコン、スマートフォン、また公共施設に置いてあります、公共端末、こちらの方で申し込みになります。申し込みに関してはまず利用団体の登録をしていただき、その登録番号で申し込みをしていただくようになります。海風テラスの定休日は毎月第2火曜日となっております。海風テラスは子どもから高齢者まで、あらゆる世代の方々が交流できる施設を目指しております。ぜひ皆様お越しください。お待ちしております。ハーモニアス広報版。2月23日土曜日、市民文化会館大ホールで日本の伝統文化と最新テクノロジーのコラボレーション、神奈川リ古典 in 茅ヶ崎が開催されます。ピアニストの熊本麻里、横笛演奏者当社紀章によるクラシックと民謡ステージのほか、ゲストアーティストとして DJ 味噌汁と MC ご飯、また茅ヶ崎の郷土芸能団体が出演します。ぜひご来場ください。